キアブレーラ・ガブリエロ・キアブレーラは、イタリアの詩人。キアブレーラは、貴族の家系の出身で、ジェノバ共和国の領地の小さな町であったサボーナで、より有名な詩人、ピエールド・ロンサールの誕生から28年後に生まれた。断片的に現存している、彼が、ガイウス・ユリウス・カエサルのように自分を、第三者として記した自伝で述べられているように、彼は、父の死後に生まれた子であった。 彼は9歳の時にローマへ行き、おじのジョバンニに世話された。この地で彼は家庭教師付きで学んでいたが、二度続けて高熱に、侵され、最終的には社会のためにイエズス会の学校へ送られた。この場所に彼は20歳になるまで滞在し、彼自身の言葉によれば、仕事のためというよりも、学問のために哲学を学んだ。この頃におじを失い、 キアブレーラは彼自身を見て、また彼らに見られるために再び、サボーナへ戻った。しかし、それからすぐ彼は、ローマに戻り、数奇教の世帯に加わった。彼は、数年間そこに滞在し、しばしば、パウルス・マヌキウスやスペローネ・スペローニの社交会を、しばしば訪れ、抗議に参加したり談話を聞いたりしていた。彼に浴びせられた侮辱に対する、復讐心が彼を再び、 サボーナへ向かわせ、その地で彼は自らを楽しませるために詩、特にギリシア語の詩を読んだ。キアブレーラが選んだ詩人はピンダロスとアナクレオンで彼らについて学び続けるうち、いつしか彼は自らの舌で彼らのリズムと構成を再現し、新たな解釈の形で彼の国を豊かにしたいという望みを彼自身の言葉で言うところの同郷の人であるコロンブスが、 新世界を見つけるか溺れ死ぬかであったのと同じように抱くようになった。彼の評判はすぐに立ったが、彼はサボーなから出ることは滅多になかった。例外としては、楽しみのための旅行、及び彼の死や劇作家としての才能を買われて、しばしば召喚されていた王子たちの宮廷への訪問などが挙げられる。彼が演熟期にあった50歳の頃、彼は、 レリア・パベーゼと結婚したが、彼は子供に恵まれなかった。その後、彼は単純で避難するところのない生涯を送り、その間に彼は多くの死を作った。その内容は、女児詩、悲劇死、牧歌、女情詩、風刺死などである。キアブレーラは1637年に85歳で死去した。彼の墓姫が、 ローマ教皇ウルバヌス発生によって優雅なラテン語で書かれたが彼の墓石に刻まれたのは彼自身による二つの風変わりなイタリア語の六歩角でありこれを見る者はこの詩人自身のゴルゴタの丘よりもパルナッソスさんを好まないようにという戒めを受けることになるオペレ1757ストロペとアンティストロペの入念な華やかさを持った少子の作り手 新しく複雑なリズムの詩、大がかりな言葉と混成した、形容詞の考案者、大胆な置き換えや、統治の使用者、そして、詩の言い回しの新たな系統の発明者として、キアブレイラがロンサールと比較されるのは驚くべき、ことではない。両者ともその栄光と同じように大きく、突然の失墜をこむる運命であった。ロンサールは、マレルブやフランス文学に継承された。 一方、キアブレーラは偉大なイタリア人の最後のものであり、彼の後、イタリア文学はマンゾーニによる二度目の文芸復興までの間、衰退していた。しかしながらキアブレーラは、ただの革新者のそれは別として、優秀な人物であった。ジョジシアギ曲を別にすると、キアブレーラの作品の多くは、現在も見て楽しむことが可能である。 彼の壮大なピンダロス詩が愚鈍なものであることは事実だが彼のカンツォネットはロンサールのアナクレオン的要素と同じように非常に優雅なものである。彼の自伝的短編も非常に興味深いものである。ギリシャへの崇敬、旅と観光に対する喜び、親友や同輩と文学的会話をすることへの件を虚栄心と復讐心、教皇や王子たちによって 彼に授けられた、超愛の記憶への誇り、ウェルギリウスの施作と引誘に関する、果てしない脅威、男性員と無因子への出来合い、密かなキリスト教精神、そういったものを持った純粋な古い詩人は、彼自身が発見と征服によって思い描いた、芸術の新世界においてなされているよりも、より研究される価値のある人物である。ありがとうございます。